はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガ RS、5周年記念ガチャ動画の前半の興奮をそのままに、後半戦やっていきたいと思います。まあ、前半はねマジでガチで神引きをしてしまったので後半がちょっと不安なんですけれども、今回はまず最終工程女ですね、こちらを目指して引いていきます。では10連目いきましょう。まあ、ここはもう最悪最終工程女一人でもいいんで天井で絶対手に入るんで、まあ、それはそれで悲しいですけど目指してやっていきます。あれ今何もなかったよね。なんかピコンだけなって、その中間のさ演出がよくわかんないんだよね未だに。どうなったら SS 確定なのかっていうのが、なんもない。で20連目。お、ムクチャ来た。いいぞ、なんか流れがすげえいいぞ。ムクチャはピックアップが出るんだよね、なんかそう認識してるんですけど、これどこまで見ればいいんですか。2 3 4 5 6 7。おお、ゲオルク君、まあまあまあいいでしょう、副産物として。そのことが私を奮い立たせる。え、そのセリフを覚えてないんだけど、わからん、いつ喋った。まあここはゲオルクですね。ちょっとゲオルク軽く見てみよう。剣かで、今ねあの俺の中で、まあ、ちょっと幻灯状ベースでいくと、まず杖がねむっちゃくちゃ不足してるんですよね。多分ジュディくらいしか強いキャラがいなくて、だからオルロワージュね結構欲しかったんですけど、まあ、ちょっと今のところジュエル次第といったところですね。ホーリーガーディアン、え、こいつ何、サポーター、ディフェンダーか。まあ、ゲオルグまず手に入れましたと。じゃあ30連目だよね、次30連目に行きます。鬼面相マジで前回仕事してくれたかんな。頼むぞ鬼面相。なんか何にもないときは何にもないからね鬼面相も。あ、仕事はこれ誰持ってんだか持ってないんだか、すり抜けたけど、すり抜けもね結構新キャラ入るからね、持ってないから。あれ、このエレンって持ってたんだっけ。わからん、あんま見たことない演出だから持ってなさそうだな。鬼面相は今回あのエレンを引いてくれたっていう感じか。あ、ニューだ。でもエレンニュー出てくれるのはいいな。まあもうちょっと昔のものだけど、あー、こっちね、打属性の方ね、レンキラッシュ、エレンパンチ、ディレイ、すげえシンプルじゃな。竜神劣化剣、結構前か、いつ出たのかがわからん。アビリティもすげえシンプルだな。まあまあまあいいでしょう、新キャラはでも心躍る。またエレンを鍛えていこう。じゃあ次、あ、またムクチャ来た。またムクチャ来たけどさ、これ被るとちょっと微妙なんだよね。ここら辺がどうなの。ちょっとその演出一回まとめたいな。あ、来た、誰これ。これ、え、だってこれ最終工程男で、最終工程今女編を引いてるんですよ。それで最終工程の、あ、これはね確か持ってたな。あ、でもムクチャだからまたもう一個出るってことか。あ、来た来た来た、行くぞ、行きましょう。え、これどうしよう、撤退しようかな。必ず勝ちます、このガチャ今回も必ず勝ちます。いや、いいね最終工程女。これ妖属性パーティーメインのキャラになるんだよね。まあ今そういうのねちょっと流行ってるっぽくて、まあ、ファイアブリンガーは火属性を強化する、でサルインは陰属性を強化する、でその中で最終工程女はエレメントエンハンス用なので、まあ、妖属性パーティーで組むと
多分めっちゃ強いっていう、まあでも妖属性は結構いるんでね、まあ組める、あのアルカイザーとかは全然持ってるんで、ちょっと楽しみですね。でここで最終工程女引けたのはまたマジででかいっていうか、すげえ早く終わってんな、4000か。まあ今回も40連で2体だ、これ全部引きに行こうとすると沼るんだよね。まただってピックアップを今度3分の1の確率で引きに行かなきゃいけないんで、ただ15連までやれば絶対コンプはできるっていう保証はあるけど、でまだ13万余ってんのか。じゃあとりあえず一旦最終工程女はこれで終わりにして、じゃあどうする、ちょっと先にレオンだな、欲しい系でいくと。でもしレオンを引けてまだ余裕があるんだったら最終工程男編も、まあ、ちょっとキャラ的には引きたいからね、まあ、そういう流れでいきますか。じゃあレオン編、まあ、これめちゃくちゃ熱いよね。まあ5体いるんで、まあ、ピンポイントでレオンが来るってなるとなかなか厳しいんですけれども、まあ、その分でも新キャラもね、あの弓も結構手薄なんでテレーズも欲しいかなっていうところですね。まあ、検討上要因で、まあ、体験とかはね結構層が厚いし、剣も要は気鉢がいるから火力は出せるんですよねっていうところです。剣多いなここ、剣系レオン、ジェラール、ジェームズ、ベア、これみんな剣体験じゃね、ジェームスは体験で剣かってことは、レオン、ジェラール、テレーズくらいまでは欲しいな。マジ弓が足らん今。というわけで10連ピコンと、これを爆発して破壊してくれればいいのか。これドーン、ここのドーンの時の演出はまたなんか変わんのかな。ドーン5 6 7 8 9 10、なんかその出る時と出ない時の差が激しいよね。出ない時は全く出ない、出る時は出るみたいな、なんかポロポロ出るわけじゃなくて一気にまとめて出る。あ、これもう出ないループに入ったな。さすがにもう出ないループだ。すげえ普通。今どうだった、20連目になったか。もう A とか S とかってさ、何の価値もないよね、言い方悪いけど。あ、でもなんか出た、ジョンって言ってるから、これどっちよ、ジェラールなのか。私だって十分戦力になるはずです。あ、でもジョンって言ってることはジェラールなのか。まあまあまあ、ジェラールもかなり特殊だよね今回。あれ、また今度はジェームズ、これはジェームズでしょ。てかまた2体出たの、なんか何もなかったけど最後に2人で、ジェラール今回完全ヒーラーなんだよね、サポーターっていうキャラで、オールポーションで、ただオールポーションとかも回復するんだよね、全体回復もな。どうなんだ、もう死ぬ時とかってマジ一発で死ぬからね、食らったら。まあでもヒーラーとしてはかなり優秀なので、傷薬もねあるから、まあなんか継承してこないとちょっとダメージは出せないかな。でもダメージ出す要因じゃないと思うから、まあちょっとジェラールもでもいいキャラなので、これで2体、あと3体か。まあまあまあ幸先もでも悪くはない、幸先悪くなくて沼らなければいいっていう感じですよね。鬼面相、仕事してくれる鬼面相、マジ必殺仕事人だよ鬼面相。今回でかなり評価が上がった。2 3 4 5 6 7 8 9、ベア仕事してくれたな。やっぱり鬼面相は仕事をしてくれる、仕事してくんないかなって思ったけど、最後の最後にやってくれたな、ベア。てかメインで欲しい2人が入らないんだけど、まあまだまだチャンスはある、まだ30連目だからね。ここはもう天井行ったとしてもしょうがないな。レオンはね、でもマジで欲しい。
どうだ、俺もなんもないけど、なんもなくても今のところ悲観的になる必要はないからね。これ3、なんか最初の10連をいつも飛ばしちゃうな。で後半にこそ、後半にこそ何もない。ユリア2連続とか。じゃあもう1回、まだ10万以上あるからね。鬼面相来てくれたよ。ちょっと鬼面相頑張りすぎだからな今回。これここまでいったらもう良くないですか。どうでしょうか。この稲妻を俺には判別できないんだけど、どうなるか。ユリアめちゃくちゃ出るな。いや鬼面相、鬼面相どうだ。今回はもう無理か。失速したな鬼面相。もうしょうがない、君はよく頑張ったよ、本当によく頑張った。ここはちょっと天井になるかもしんないな。まあでもさ、天井があるだけいいよね。絶対手に入るんだから。まだまだね、優しい方だと思う。あんまりソシャゲやってないんだけど、やってないんだけど、なんかもうこれより厳しいガチャとか本当やる気にならない。90、いや失速したな。ここはもうどんどん引いていこう。どんどん引いていくモードになってる。鬼面相来てくれたけど、いや次普通だな。2、3、4、5、6、7、8、ただひたすらひたすらこれを見させられる。何もない。じゃあこれちょっと一旦天井行ったら、あるいはちょっと横向いてて誰が来たか見てなかったんだけど、マコとかだろうかな。ここなんかあんのかな。稲妻はなんか変わんない気がするんだけど。いやこれはもうマジ何もない、何もないループに入ったわ。もう8かと言ってもまだ半分だからな。鬼面相最近ちょっとサボりがち。おこれはでもいいじゃんいいじゃんいいじゃん。鬼面相仕事してる。鬼面相が仕事してんのか教授が仕事してんのかどっちだって感じなんだけど、これは楽しみですね。3、ジョン、ジェラルか。まあもうどうしても被るよね、それはね。もうしょうがないよ、もう3体手に入ってるんだから。4、あ今いつだ、わからん。あ最後ジェームズ被る可能性の方が高いんだから。まあでも2体は出てくるんだこれ。ただね、そうまあまあ昔パワープロをやってたから、パワープロは被っても重ねれば強くなるんですけど、まあ、ロマサガーに関しては母体を手に入れちゃったら正直ね、ゴールドピースめちゃくちゃ余ってるんで、被る意味がないっていうところがちょっと辛いですよね。でムクチャ来たけど、ムクチャ来たけど5分の2を引かなきゃいけないっていうのがなかなか辛いところ。5分の2ってパーセンテージにするといくつなんだろう。まあ、ちょっと暗算苦手なんでできないんですけど、被る可能性の方が高いからフェアだよねこいつらよく出てくる、この3体がよく出てくる。今のところ2回出てきてる全員。レオンはなかなか来ないね。あと5回。バーニーとマコの違いがよくわかんないんだよな、その確率的な問題で。まあ、言っちゃえば鬼面相とかの違いわかんないんだけど、何がどういう感じなのか。マコとバーニーとかって被る可能性あるからね、2人走ってくる時もあるんで、ただあんまり期待はできないっていうイメージだよね。うん、案の定期待はできません。で、次が12。何にもない。
まだここ何にもないで、ピコンだけして爆発はしなくて、わからん。同じのがよく出てくるな。あ、あ、来た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 。え、これどうしよう。テレス狙いに行くか。もうここまで来て、全体的な、てか全然すり抜けないな今回。ピックアップめっちゃ出る。だってもう12でしょ。あと30連か。結構ある。まだ10万あるからね。これテレーズ天井で狙いに行こう。ここコンプしよう。さあ、てかすり抜けで新キャラが欲しいな、エレンみたいに。あんまりガチャ引かない時のいいとこって、すり抜けたとしてもまあまあまあ新キャラが出てくれる可能性もあるっていうところ。で、まあ何もこともなく13、14、まあ9万くらい、天井2回分は残るか。まあちょっとね、この先もまだ何が出てくるかはわからないんで、ある程度はでもやっぱ確保しておきたいよね。2、3、4。そう、俺だからね、ジョーとか持ってないんですよ。あの強いって言われてたジョー。結構やっぱね、螺旋が苦労するんですよね。あともうジョー入れないときついよみたいなところのジョーがいないんで、まあそんな感じですね。じゃあラスト、これはもう行きましょう。まあ出てくれたら出てくれたで、よし、すり抜けの誰かを取るだけなんで。おお、これはでもさ、今度5分の1だからね、引かなきゃいけないの。3体ガチャの場合はやっぱ3分の1でっていうあれなんだけど、5分の1ってだって 10% でしょ。そりゃなかなかきついよ。7で2回ずつだな。でも2回ずつ出たっていうのもすごいよな。あれ、また出た。よく出るやっちゃな。レオンレオン、なんだかんだでレオン出たわ。ということで、ちょっと今回は天井で、まあ5体いるかね。でも5体で天井1回分で、私目当てのお客さんが多くて揃ったのは全然いいよね。ではテレーズ、テレーズは取りに行きます。これででも弓また1人増えたんで、検討上要員として行きましょう。てかテレーズのあれがわからん。アタッカーかな。まあ検討上はね、アタッカーであればだいぶ役立ってくれるんで、最近はもうアビリティが複雑すぎてちょっと細かく見る余裕はないという感じです。まあ、ちょっとガッチャーに関しては一旦これで終わりにしたいと思います。まあ、最終工程男とかもね、だから杖不足してるから孔明もね、欲しいっちゃ欲しいんだよね。まあ、またこっちの方は日付があるんで、次出てきたガチャと、まあ、にらめっこして、まだ天井2回分は9万5000あるんで、にらめっこして引くかどうか決めていきますという感じで、少し編成を見ていきますか。なんかどんな感じのものがあるのか。俺です。ちなみにね、作品はね、サガフロ2が好きなんで、サガフロ2勢をね、めちゃくちゃ鍛えてますね。で、今のところミカエルを引率役にして、あ、だからロマサガ3のやつも引きました。あのカタリナのやつですね。で、カタリナはだから持ってます。入手順でちょっと並べてみますか。さ、今手に入れたのが、まあ、ここの5人でしょ。ジェラールまで、であとは最終工程女で、エレンすり抜けで手に入れて、ゲオルグ、キハチ、シーレ、リアム、ファイアブリンがサルインで、ライザを視聴メダルで最近取って、ロマサガ3のやつをだから引いたので、ハリーとカタリナ、ミカエル、モニカ、ここは持ってます。
であとアールブも引いたんだよね。でアールブも引いてコーディも好きだから引いた。であとロックブーケもだから引いてて、でここら辺はなんで引いたんだっけ、なんか忘れちゃったけどジュエルがなんか余ってたか、そうあんまり引かないからジュエル余ってる時は引いたりしますね。あと聖王も引いたでしょ。で騎八もいて、でミーティアもサガフロ2勢だから引いて、でユリアはなんかすり抜けなんだっけ、この時ハーフアニバーサリーのチケットだったんだっけな、まあ手に入れて、あとアーニャも行って、ジュディもいます。でファイアブリンガーの旧スタイル行って、アルカイザーも引いてアセルスも引いてゲンも引いて、ここはもうマジメンツが神だったよね、アルカイザーアセルスゲンっていうところくらいかな。まあシーレーから起点にするともちろんシーレー引いて、であとユリアンも引きましたね。ユリアンもやっぱめちゃくちゃ強い。であんまりガチャすんごい引かない人ってやっぱずっと使っていくじゃないですか。でシーレー最近ちょっと出番は少なくなりましたけど、まあユリアンもねカウンター刺さるところだとバンバン使うし、でアルカイザーとファイアブリンガーはめっちゃ使う。でジュディも火力出したいとき使うし、でキハチもまあザンとレイが弱点の時は入れるし、で西洋バフキャラでしょ。でまあコーデリア少し出番減ったかな。でカタリナはやっぱり弱点つければ固くできるんで、まあ、ここら辺を結構メインに使ってるっていうところかな。まああとは敵に合わせてちょっとパーティー編成を組んでっていうところです。でまた新キャラがね、めっちゃ増えて、で周回もなんか自動周回というか裏方周回みたいなのができたんで、まあ、だいぶ鍛えやすくなったんで、またね、やっていこうと思います。まあ、戦闘とか高難易度に関してはちょっとね自分の動画は大して見応えがないので、まあ、出さないですけれども、まあ、ロマンサガ RS やっぱめっちゃね、好きな作品なんで、まあ、今後も続けてやっていきたいと思います。というわけで、5周年記念ですね、ロマサガリユニの動画はこれで終了したいと思います。もう全体的にマジ超良かったと思う、ガチャは本当にもうジュエルなくなるかなって思いましたけど、まだ9万残ってるんで、もう本当に今回のガチャはもう自分の中では勝ちと言っていい動画になりました。そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。